ラグビーのコベルコカップ2024第20回全国高等学校合同チーム大会と第14回全国高等学校女子合同チーム大会特別協賛コベルコグループが1日長野県上田市の菅平高原で開幕し各カテゴリーの予選リーグが行われた部員不足の学校から有望選手を集めた U18 は北信越が1勝1敗 東海は1勝1分けで予選 A グループ1位通過を決めた。北陸に元気を届けるために戦う。初戦の相手は強豪の近畿。序盤から互角の戦いが続いたが、21対17で接戦をものにした。東海との2戦目は0対17で敗れたものの、決勝リーグにつながる価値ある1勝。U18 北信越の主将、岡田龍空、金沢宏3年は、 自分たちのやりたいことをやれて勝ち切れた、と頷いた。開会式では北信越の各カテゴリーの首相3人が選手宣誓を行った。岡田首相は元日二の都半島地震で被災。自宅は無事だったが、祖母の家は甚大な被害を受けた。地震の発生からこの日でちょうど7ヶ月、今もなお我慢の生活が続く地域がある中で、 石川の励みになるようなプレーができるよう頑張っていきたいと力を込めた。U17 近畿、初戦は東北に48対0で大勝すると、2戦目も北信越に59対0と圧勝。昨年覇者の実力は今年も健在で王子拓也監督は、体を当てる部分で嫌がらずに行ったことで流れを持ってこれた。よく頑張ってくれたとねぎらった。A グループ堂々の1位通過で、 決勝リーグで見据えるのは大会連覇。大阪桐蔭2年で、今大会は近畿チームを束ねる CTB 手先総司首相は、最後は全員で喜べるようにやっていきたいと意気込んだ。